ウエスト西田英吾です。まあ、今日は見てお分かりの通りゲストに来てもらっています。でですね、何でしたっけ、フリークエンスさんですね。そうですね、来たんですよ。長い付き合いなのに一度もお店の名前を覚えてくれてないっていう、ね、柳さんのところとかそうやって言って来てたんですけど、フリークエンスさん、はい、で嵐っていうあの福江さんの地下にあります、はい、ヒストリーと、はい、完全予約制なんで、はい、予約制で、ヴィンテージサングラスを扱うお店です。で、僕も結構好きで何年か前に紹介してもらってきたんですけど、で、今日もいろいろ教えてもらおうかなと思ってやってきました。そうですね、兄さん結構あのサングラス持ってるんで、まあちょっとあの冒頭もサングラス着用で、そうです、はい、始まってます。ちょっと見えないです。外してるだけなんで。で、そういうサングラスちょっと、はい、まあ視聴者の皆さんと一緒に、はい、そうですね、勉強、はい、勉強していこうという。よしよ。で、ね、柳さんのところで僕が最初に買わせてもらったのがこれなんですよね。懐かしい。懐かしい。8年ぐらい前にね、ペルソウルのイタリアのペルソウルの80年代の、はい、これ折りたたみできるっていうね。へえ、こういうふうに、はいはいはい、折りたたみができるやつできるんですね。なるほど、これ結構やばいですね。これは今見つからないですね。だし、へえ。お、出た。いいじゃないですか。かっこいい。いいっすね。はい。で、あのレアっていうとかあんまりないって言われたら、全然買っちゃうんで。まあでも持ってて良かったってことですよね。いや、今でもね、すごい綺麗に使ってるんで。買います。いや、ない。まあけど高く売れますね。あとは。これとかもここでね、買わせてもらいましたね。これは80年代のもちろんレイバン、今のレイバンとはちょっと違うんですけど、昔のレイバン、あのアメリカで作ってた、はい、USA のレイバンですね。木なんですよ。へー、ウッドで完全に木で、完全に表面は木ですね、ウッドですね。骨だけ入ってるんですか。そう、中に補強用の金具が入ってて、裏はプラスチックなんで、おそらく貼り合わせで作ってて。なるほど。全然、これも今ものすごい値段しますね。あ、そうなんですか。25万、30万ぐらいで取引されてる。今のレイバンはあのイタリアの大きいメーカーにもう買収されてしまってるんで、生産が違うんですね。昔はあのモシロムレイバンって会社だったんで、アメリカにあったんで、ちゃんとアメリカの工場で作ってたものですね。で、微妙に昔のモデルと今のレイバンとでは同じ品番、同じモデルでもちょっと大きさが違ったり、うん、あのデザインが異なる。なるほど、ちょっと埃かぶってますね。あら、ね、もっとド派手になるかなと思ったら、うん、意外と馴染む感じなんですね、うん、かっこいい。似合いますね。だそうなんですよ。本当に似合う形のものしか買ってないですね。なるほど、なるほど。それで選んでもらってるんで、はい、ちなみになんか選ぶポイントとかっていうのは、まあ、ポイントは顔幅よりかは黒目の距離ですね。黒目の距離と眉の下から頬骨までのこの高さとか、はい、それを見た上で選びますね。まあ、かけた時にこうレンズの中心にこう黒目が来るポジションが一番収まりよく見えるので選びますね。レンズの大きさに対して黒目がどこに来てるかっていうところで提案しますね。あとはですね、はい、これも去年ですね。去年ってこれはやばいっすね。おしゃれ。おー、めっちゃかっこいい。おー、ね、ちょっとね、面白いっすよね。はい、これはアメリカ、これは1930年代のアメリカです。30年代、そろそろ100年ってことですか。そうですね、100年の当時のあの未使用の状態。未使用、はい、はぁ、で全部こう当時 の職人によるこう手彫りの彫金が入って、ちょっとこれは手作業で当時の職人の手彫りですね。すげえ、完全に宝飾品ですね。と本当にお金持ちしかかけれなかった時代のものなんで、すごいこう作りが贅沢。鼻当てがもう当時のプラスチックの代表品です。何ですか。これはベイクライト樹脂ですね。プラスチックができる前の構成重心、まあ、プラスチックが、まあ、その
一般的に流通する前の昔は絶縁体とかによく使ってた、イギリス軍の兵士のドクタグとか、熱に強い、もし兵士が死んでもこう身元が分かるような、はいはい、ドクタグとかによく使われた材質でした。詳しいっすね。メガネそんな割とメガネが詳しい。釣り人じゃないです釣りも釣りで勘違いされるんですけど、釣りをいつも連れてもらってる、はい、よく行かれると。釣りよく行ってます。おとといもね、おとといも行ったね。あとはまあここでは買ってないんですけど、こちらご覧さっき最初つけてたのは、ヒナギさんがデュパールっていうブランドのサングラス、はいはいはい、それその箱ですかね。はい、最初も全部そうなんです。そうですね、あ、はい、全部デュパールはいいですね、かっこいいですね。こだわりとかあるんですか。僕らはそのフランスのヴィンテージをたくさんこう集めて世間に紹介してきたので、はい、まあ、当時のオリジナルの形をこういかに崩さないでバランスを整えて再現できるかっていうところにこだわって作ってますね、はい、他のところではできないですか。他のところはできるかもしれないんですけど、僕らみたいな多分引き出しはないと思います。僕ら何万本ってやってきてるんで、フランスのヴィンテージのメガネ細かいその作り方のディテールだとかデザインだっていうのは多分再現することは結構難しいんじゃないかな、はい、たくさん見てきたからこう分かる作りですね、はい、デュパールさんのなんかこう今おすすめとかってありますか。今のおすすめはそれこそ西くんかけてるのもそうですけど、まあ、この辺のこれ、はい、形がちょっとこうボックススタイルの、ちょっとこうカチッと見えるスタイルのメガネ。なるほど、すんごい売れてる。インスタグラマーもう気づいてるかもしれないですけど、めちゃめちゃ売れてるんで、はい、もはや売る気すら起きないんです。そうなんです。あ、そんな感じ。一昨日も釣り行きながら話してたんですけど、はい、今月も働かなくていいかなって。それでヴィンテージ、それでヴィンテージのこと会社としてね、はい、会社として すごい、もうヴィンテージもそうだ、おかげさまでね。よっぽね、本もね、ありますもんね。もうこれはそうですね、僕らが昔自費でフランスのヴィンテージのメガネをこう分解して仲間と作った本ですね。こういうことを僕らずっと、これは似てるけど違う、あ、でも分かるんですね。あ、これだね。あ、これですか。これだね。あ、これですね。はいはいはい、40年代のフランスのヴィンテージですね。80年代しぶしぶ売ってもらったんですよね。しぶしぶお金じゃないんですよ。こういうものはお金じゃないんで。これね、めっちゃかっこいいっすよ。これは僕黒フレームも今売ってくれって言ってるんですけど、はい、譲ってくれないってくれない。じゃあ現状それで、そういいっすね。しょ、これはいわゆるこれもサングラスなんですか。これはメガネ、サングラスです。これ3個だけ色入れ、うん、ちょっと入って薄いブラウンじゃないですよ。なるほど、40年代フランスの。なるほど、これね、好きなんですよ。West West、なんか手入れとかいりますか。手入れはサングラス、夏場なんで、うん、汗とかかくんで、この先のところとか汗つくんで、はいはい、必ずかけ終わったら、はい、水で、あ、水で、水でジャブジャブっと汗を、や整髪料流してもらって、布かティッシュペーパーで水気を取ってあげる、はいはい、それだけで十分です。そう、金具とかあるんですけど、そこだけしっかり水気取ってあげれば、あと、錆びたりしないんで、しにくいんで。あ、じゃあそれは全部同じですね。そうです、全部一緒です。なるほど。水かけたら洗ってあげる。水で初めて聞きました。軍物も好きなんですね。軍物ものすごい好き。その椅子ね、椅子でね、はい、もう見ましたけど、はい、ローバーチェアです。ローバーチェアです。イギリス軍の趣味がやっぱお二人なんか似てる感じなのかな。好みはそうですね、うん、似てる感じですよね。古いものが好き、うんうん、かっこいいものが好き、はい、ここに来てないんですからね、それじゃないとね。なるほど。West West、あと、まあ大体話したんで、うんうん、境屋にいいサングラスありますか。俺っすか。知りたいですね、せっかくなんで。ちょっとマスク取ってもらっていいですか。はい、なるほど、こわもてな感じの。こわもてな、はい、はい、もうパッと見で似合うだろうっていうのはもうこれですね。おう、これほら、いやー、
ですか、知的格が上がります。眉毛ね剃ったんですよ、うんうん、全剃り、全剃りで、あの全剃りちょっと変なやつなんですね。なるほどでも、でもいやどうですか、すごくあの上品に、うん、あんましてなさそうなんで、あらそう、すごくなんか頭がそう偏差値20上がったみたいな感じになりますねどんな下品な方がかけても上品に見えるっていう ちょっと下品でもこれだったらちょっと日産にバカにされる回数も減るかもしれない。いやなんかねいいよ、うん、やっぱそのまんま行ったら全部そのまんまだからここでやっぱギャップを、なるほど、そうすごいカジュアルでも、うんはい、ちょっと上品に見せてくれる。ちなみにこれ選んだポイントとしてはどんな感じですか、ね、これはもうあのさっき言ったようにあの、はい、かけた時にレンズの中心部分にこう黒目が収まる、はい、あだいたい見た感じで分かるんですね。分かります、その人の使い取れる、はい、これはなんか何年代の、ないこれは70年代のイギリスです。あ俺がこんなのかけちゃってこれは14本の金が巻かれてるそれね、上品だ、上品になりました。眉毛ありがとうございます。ちょっとちょっといくらぐらいなんですか。これ今9万円です。おそうですか。でもで金なんで、あの手入れも楽なんで、それも水ジャブジャブで、そうです。あ、そうなんですか。はい、あのメッキじゃないんで、よかった。いや、びっくりしました。だからこんな自分見たことないって。で、その眉毛もちょっとあのなんかうん、だからなんかこうちょっとこういうあの上品で少し柔らかく見えてどんな洋服着てもハマると。ハマる、ね、いいコレクションなんで。どうぞ。じゃあ買えますか。はいいやもうちょっと俺深いやメガネをでさ、もうちょっとあのこのチャンネル頑張りましょうこのない下り取れたんで。このない下り取れた後、買うことになってるから。じゃあもう一回、もうちょっとじゃあ収益化して、はい、立ってきたらもう一回来て、はい、ぜひ検討させていただきたい。答えました。もう一回来るってことでじゃあ。そうですね。うん、はい。まあ、僕買うのも。また釣り。そうですね。一緒に行ってるところを撮ってもらいたいなと思って。うんうんうん、また、うん、釣りやりましょう。はい、お願いします。今日はありがとうございました。皆さんもありがとう。